オッケーセンキュー。あいいじゃん別にセンキューでセンキュー。あっ宮野さんにセンキューって言っちゃった。センキューベリーマッチ。読みなさい早く。はい、宮野さん、上村さん、宮野さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。夜にちょっと書かれてますね。はい、いつも楽しく聞かせていただいています。はい。質問です。うん、アニメの中では、国木田さんが理想が書かれた手帳を、いつも大切に持っていますが、お二人がいつも大切に持っているものは何ですか？ちなみに私はいつでもどこでも使えるハンカチとティッシュを大切に持っています。なんだろう、財布携帯そうですね。それ以外、それ以外なんだろう、まあ、必需品ですもんね。それ以外って自分なりのね、自分なりの、そうですね、なんだろう、飴。そうですね、飴はやっぱり、まあ僕らはなんかみんな本当にいろんな飴持ってるよね。そうですね、もう皆さんそれぞれ喉にいいやつの本当に探り合いとか、それ何それみたいな、見たことないけどそれ聞くのみたいな。あ、みんなギリギリで頑張ってんだ。そうですね。うん、でも正直必需品だよね、僕らにとってはね。どなたでしたっけ、なんか蜂蜜の原液とかを持ってらっしゃる方いたような気がします。現場にいたね、賢秀君だったかな。それをね、細谷さんがうまっってなった時に、賢秀君が細谷さんにピーって喉にやったら、ああこれすごいです、出るみたいな。ああ賢秀君これすごい声が出ます、ああこれで大丈夫です、ああみたいな。じゃあ本番いきます、はい、わかりました、多彩、あ出てないみたいな。ああ細谷さんどこまでいても細谷さんだなみたいな。僕好きです。いや素晴らしいですよね、はい、細谷さん、はい、そうですね、やっぱり飴は必需品ということが、はい、あと僕何かしらのプロテインを必ず持ち歩いて、何かしらのプロテイン、プロテイン、そうですね、もういいやこの話。ちょっと気持ち悪い感じ。はい、ありがとうございました。これからもですね、楽しい武装メール皆さんから、お待ちしておりますよ、はい、ぜひ送ってください。はい。